噂じゃ魔人が復活したって話だぜ。ああ、それなら俺も聞いたことがあるぜ。昔一夜で王国を全滅させたという。本当だろうか。さあな、さあ先を急ごうぜ。なんだ貴様らは。そりゃねえだろ。噂は本当だってことを教えに来たのによ。じゃあお前たちは。どうしたの。もう後がないよ。くそ、これまでか。貴様らそれぐらいにしておけ。あん、なんでおめえは。そんなことより身の心配をした方が利口だと思うがな。俺たちはかつてファイアーウッド王国を全滅させたデスアダー軍だぜ。カッコつけてっと痛い目見んぞ。デスアダー、そうか。やはり奴はこの国へ来ているのか。何者だ、あの男は。こんなはずじゃ。お前こんなことしてただで済むと思ってんのか。俺の名はアックス・バトラー。20年前お前らに友を、そして母を殺された男だ。20年前、お前ファイアーウッドの生き残りか。帰ったら伝えろ。デスアダー、今度は貴様がくたばる番だとな。ファイアーウッド王国。かつてこの国は貿易の中心地として栄え、その街並みは美しく、人は平和な日々を過ごしていた。ああ、今日だな、ティリス様の誕生日は。ああ、賑やかになるぞ。さあ、ティリス、こちらにいらっしゃい。はい、お母様。おめでとう、ティリス。これであなたも一人前ね。ありがとう、諸君。
よせ、皆殺しにしろよ。いいですか、そこの岩陰にじっとしているのです。でもお母様が。早く。お母様。神様、どうぞこの子ティリスをお守りください。お母様。ファイヤーウッド王国。かつてこの国は貿易の中心地として栄え、その街並みは美しく、人は平和な日々を過ごしていた。今日はティリス姫の誕生日か。時が経つのは早いものだな。ああ、この一年ですっかり大きくなられた。ガイラ、日が消えるぞ。薪はまだ来んのか。やつのことだ。ノウサギでも追いかけ回して遅くなったるんだろうよ。薪ならここにあるよ。ほら。どうしたことだ。何者だ。これから死んでいく者に名乗る名はないね。何、どういうことだ。何も知らないようだね。あれをご覧。あれは。はあ、いかん、城が。早く城へ。皆殺しにしろ。おっ、あ、くそ、体が言うことを聞かん。ガイラ、どうした？おお、な、何者だ貴様は。このデスアーダーに歯向かう愚か者めが。デスアーダー。逃げろ。こいつは人間じゃない、魔人だ。バカを言うな。主を置いて。兄弟愛か。それでは弟が目の前で殺されるのはさぞ辛かろうな。やめろ。殺すならわしをやってくれ。そうはいかんな。兄さん、あとを頼む。ガイラ。ガイラ。
依頼を。見ててくれ。今度こそ主の仇を取ってやる。